さて、化け物、プレイしていきます。19世紀のとある国、ある町で獣害事件が相次いでいた。正体不明の獣は次々と町の住民を襲い、数多くの死傷者を出していた。事態を重く見た住民たちは狩人を集い、大規模な狩猟を行うことにした。お二方、到着いたしました。ようこそおいでくださいました、カリウド様。長旅お疲れでしょう。ささ、こちらに。改めて、ようこそボーダンの町へ。私が町長です。早速ですが、折り入って頼みがございます。獣を狩ればいいんだろう。で、そいつはどこにいる？話が早くて助かります。奴は満月の夜、つまり、明日の夜にこの町に現れるはずです。明日、住民はすべて教会に避難させます。その間、あなた方狩人には、獣の襲撃から教会を守っていただきたいのです。我々以外の狩人は何人いるんですか？意外と丁寧な口調だぞ。バルログみたいななりして。あなた方で最後ですから、10人でしょうね。かなりの規模だな。で、報酬は？前金として10ポンド。獣1匹につき、追加で100ポンドを支払いします。また、仕留めた獣の毛皮や素材などもすべて差し上げます。そんなに？あ、コホン、随分と羽振りがいいのですね。ああ、19世紀、しかもどこのポンドかわかんないから、どうにも価値がわからんけど、まあ、とにかく、ポンド、ポンとくれるわけですね。うん、面白い。獣の種類は何だ？そんな報酬額、今まで聞いたことがない。それだけ危険な相手、ということか。申し訳ございません。獣に関しては、分かっていないことが多く、何とも言えません。もしよければ、この子から話を聞いてください。先月、間近で獣を見ておりますから。奴により、すでに多くの犠牲者が出ています。もう、私も、町の皆も、我慢なりません。あの、忌々しい、獣の息の根を止めていただけるのならば、いくらでも報酬を出しましょう。わかった。仕事だ。もらう分以上、いい取り。我々も全力を尽くします。本当に、ありがとうございます。恩に切ります。では、明日に備えてお部屋へご案内します。じゃあ、後は頼むよ。はい。こちらは町娘のシアです。何かあれば、この子を頼ってください。
では私はこれにて。シアです。よろしくお願いします。それではお部屋にご案内しますね。ここがお二人のお部屋になります。ベッドは二つあります。中にあるものは自由に使ってください。ああ、それなんだが、ごめんなさい。部屋を分けてもらえるかしら。私こう見えても女なの。すみません。ではこちらのお部屋をお使いください。カリウドにも女の人っているんだ。ありがとう、シアちゃん。私はフィオナ、あっちはグラハムよ。怖い顔してるけど、子供には優しいから安心してね。おい、なんか言ったか。なんでもない。まあいい。それより、シアだったか。獣について話を聞きたい。少しいいか。はい。構いません。今でもはっきり覚えています。その日は目もくらむような満月でした。私は母の仕事の手伝いで一緒に隣町に出かけていました。母は医者で隣町の患者も見ていたんです。休館があって、この町に帰ってきた頃には、すっかり日は落ちていました。そして、誰もいないボーダーの町を歩いていた時のことです。獣は、姿を見せたんです。暗闇に溶け込む真っ黒な巨体に歪な爪、遠目でもわかる赤く鋭い眼光。私は怖くて声を出すことも足を動かすこともできませんでした。静寂を破ったのは母でした。大声で助けを呼びながら私の手をつかみ走ってその場を離れました。足がもつれそうだったけど、とにかく必死で走りました。だけど、私たち以外の足音はどんどん近づいてきて。もうダメだと思った時、母は私の手を離し、獣の前に立ち塞がったんです。逃げて。その一言だけを残して。そこから先はあまり覚えていません。気がついたら家にいました。その後、騒ぎを聞きつけた町の人が変わり果てた母を発見しました。私は見ていませんが、周りの反応からしてひどい状態だったんだと思います。とても悲しくて辛くて。涙が止まらなくて、それで。ありがとう、シアちゃん。もう大丈夫よ。ごめんね、嫌なことを思い出しちゃって。いえ、大丈夫です。ありがとうございます。獣は、憎いか。よく、わかりません。お母さんが死んじゃった時は、とても悲しかったけど、何が何だかわからなくて。今は、ただ、知りたいです。知りたい？どんな獣が、どうしてこんなことをするのか。どんなに恐ろしい獣とはいえ、こうやって街を襲うのは、何か理由があるんじゃないか、って。シアちゃん。話はわかった。獣は俺たちで何とかする。あとは大人たちの指示に従うんだな。お前はこの件に首を突っ込むな。わかりました。夜遅くまでありがとう。家まで送っていってあげるわ。俺は明日の準備をしておく。
二人で行ってきてくれ。了解。それじゃあ行きましょう。明日はよろしくお願いします。では、失礼します。満月の夜に現れるか。前例のない獣であることは確かだろうな。お父さん、そろそろ教会に行かないと。ああ、すまない。荷物の準備にもう少しかかりそうでな。もう昨日のうちにやっておいてって言ったでしょ。ははすまんすまん。悪いが先に向かって行ってくれないか。でも心配はいらないよ。お父さんも昔は狩人だったんだぞ。自分の身くらい自分で守れるさ。わかった、先に行ってくるね。行ってらっしゃい、シア。ああ、そうだ。念のため、これを持っておきなさい。小銃を手に入れた。これって、護身用だよ。まあ、使うことはないだろうけどね。お守りのようなものだと思って、持っておきなさい。ありがとう。ああ、当然人に向けちゃダメだぞ。いたずらでも、みんなびっくりするだろうからね。もう、そんなことしないよ。よし、それじゃ行ってらっしゃい。また教会で合流しよう。うん、行ってきます。さて、明日はシアの誕生日だからな。今のうちに準備しておこう。ふん、帰ってきたら驚くだろうな。君が主人公なの？はい、というわけで始まっております、化け物。父さんは、なんだか死亡フラグ残して、ま、とにかく誕生日の準備をしておくと。で、残っているのは、ま、血の海に倒れた父親と、誕生日プレゼントだけ、みたいなものが目に浮かぶね。話すは、ああ、一人音でいいの？教会は確か家から西に、まっすぐ進んだところだったよね。東西南北は、上が北でいいのかな？お父さん、早く来るといいけど、ああ、そうだね。話すコマンドについて、シアの話から物語の進行度に応じたヒントを得られます。行き詰まった時などに使用するといいでしょう。お、助かります。でもこういうのって大概忘れるんだよな、私。また、特定のタイミングで特殊な会話イベントが発生することがあります。様々な場面で試してみてください。っていうとさっきのグラハムとか、フィオナさんとか合流してとかなのかな。持ち物は銃だ。素人にこんなん持たせてな。お父さんの、小型の猟銃。弾が数発入ってるようだ。あ、猟銃ってことは、猟銃なのに連打ができるが、ショットガンみたいなタイプではなさそうだね。デリンジャーとかとも違いそう。で、設定はいつものウルフって感じで。セーブはどこでもできるタイプじゃないな。あまり寄り道はしないでおこう。寄り道は、家は寄り道に含まれますか？含まれませんね。最高です。とても整頓されている。父は料理が好きだ。父親は元狩人で、母親が医者で、主婦とかかもわからんが、まあ別に普通に仕事してるかもしれないけどね。まだいたのかい？早く行ってきなさい。すぐに向かうから。死亡フラグ立ててくね。何？すぐに追いつく。すぐに行くから、おいを勝手に触らないでくれよ。仕事道具っつってるから、いやまあ、主婦ではないか別の何か仕事があるのか。夕方までには教会に行くように言われている。まだまだじゃあ時間はあるっぽいな。なんかあ、熊のぬいぐるみじゃないか。テンション上がってきたね。私の服が入ってる。ほとんどは自分で作ったの。あ、自分でチクチク服を作られるんですね。母親の写真だ。行ってきます、お母さん。行ってもまだ一月なんだよね。いや、強い子だな。父親もそうだが、裁縫用具だ。3年前誕生日に母がくれたぬいぐるみだ。
いや、これは引き裂けないな。いや、さすがに私にだって、そのぐらいのなけなしの人間性はあるよ。君は、大切にするよ。セーブ分と、青い光のある場所を調べると、ゲームのセーブ&ロードができます。ただし、イベント中など特定のタイミングでは使用できません。こまめなセーブを行うことをお勧めします。まあ、とりあえずセーブさせていただきますかね。じゃあ今日7番で、ラッキーセブン。うん、とてもいいね。セーブができると心の余裕が生まれる。2階の時計は5分だけ進んでいる。ああ、意図して5分とか2、3分進めるのはあるよね。まあ、つても最近電波時計ばっかだから、それもできないんだけど。仮道具が入っている。もうほとんど使われておらんから、まあ、今回でも別に狩人側として父親は何かをするわけではないんだよね。あくまでプロのハンターたちに任せて、行くわけで。やっぱ仕込み杖とかなのかな。私やっぱ変形の子の方が良かったけど。寄り道はしないでおこう。とりあえず西にまっすぐ向かうって、これまだ残ってる人いるね。おや、シアちゃんかい？悪いね。今日はもう店じまいなんだ。また明日来ておくれよ。あんたの好きなシナノモンロール用意しとくからね。なんかフラグ立てるね。まあいいんですけど。まあこの人もきっとこの後すぐ教会に行くことなんでしょう。遠足じゃないんだ。早くしないと日が暮れるぞ。水も持った。非常食も持った。防寒具、雨具、それから、まだなんか忘れてるような。ねえ、おやつは？バナナはね、おやつに含まれますよ。残念だったな。狩りなど無駄じゃ、どうせうまくいかんじゃろう。お前さんもそうは思わんか。え、めんどくせえな、あの人。狩り、もう、プロがいますから。あの、バルログみたいな仮面つけた人、きっと鍵詰めで、ね、バッサバッサ切り倒すから。ルーン！まあ、もしくはマリオ USA の鍵取ったら、あれだ、怒ってくる仮面だよな。やっぱ鍵じゃないか。また最近の若いもんは知らぬようだから教えてやろう。わしのまだ若い頃、この町には一度政府の調査団が、と、カリウドが来たんじゃ。なるほど。おそらく今の町長も知らんじゃろうな。その時の結果はこの通りじゃ。今もなお、獣の被害は続き、何も変わっておらぬ。あ、昔からその獣の被害はあったのか。それ自体は、なんだ、全然展開されてなく、シアとその母親は夜町を歩いちゃったっつうこと？じゃあ政府の奴らは自分の失敗を隠すため、獣害事件は解決したのに、ああ、そういうことか。この町を見捨てたというわけじゃ。今回もどうせ同じや。税金の無駄遣いよ。あ、税金でお支払いしてんの。あれは町長のポケットマネーではないのか。私が町長です。わしは獣の正体を知っておる。獣の正体、ぜひ取り次第ですけど。いいか、よく聞け。ここだけの話じゃ。本当はな。獣なんて、おらんのだよ。ああ、まさに人間こそが獣でしたと。すべては、蝶々のでっち上げ、いや、獣の被害はもともと今の蝶々がいる前からあったのでは。ちょっとさ、会話二つ目で矛盾するのやめてくんない？考えてもみなさい。満月の夜にだけ現れる獣なんて、いるわけがなかろうて。まあ、そうっすね。狼男という存在から目をつぶれば。税金泥棒の上。こんなことに金を使わず、もっとわしらにブツブツ。あ、まあ、そう言いたいこともわからんでもないけど、お前さんもそうは思わんが。ああ、質問が変わったか。さっき思わないにしたんだっけ？そうじゃろ？そうじゃろ？まったく税金の無駄遣いじゃ、そんなことよりわしのような年寄りの生活保障に力を入れてもらいたいの。19世紀で、あれか、税金とかをこう、町の人たちに還元は、まあ、昔からそういうのは捨てるか、そういうもんか。獣の正体、今知りたく、全然知りたくないっすよ。そういうのはね、秘密な方がね、やっぱ、いいんすよ。つまらんやつじゃ。ああ、会話はこの2パターンだけかな。ああ、っぽいな。あ、しまった。これは会話の長いパターンだ。ベンチと、いやでも見捨てられたって割には、っていうか、なんか、ずいぶん立派な町だよな。子供たちも元気に遊んで。ねえ、あなた、おじいちゃんをどこかで見なかった？あ、話の長いくどくど喋るおじいちゃんすか？さっきあっちにいたよ。国の助けは得られないんだって？これじゃあ、うちの町は見捨てられたようなもんじゃないか。ああ、そうよね。この町だけが独自で、金とかをこう、寄せ集めたんかね？
で、狩人を雇ったと。獣さんも私たちと仲良しだったらいいのにな。そうだね。それが理想ではあるんだ。優しい世界。ごめんな。獣さんお腹空いてるのかな？私のご飯を分けてあげたら仲良くなれる。ああ、そうだね。獣か、やっぱお肉とかかな。英語の和牛とかを。走り書きの紙がある。本日臨時休業。ち、飲みはやってねえのか。仕事前に一杯引っ掛けてやろうと思ったのよ。この人は仕事前ってなんだ、狩人の側なのか、それとも教会に集まらないタイプの町の人なのか。俺最近引っ越してきたんだけど、まさかこんなことになるとはな。ああ、まあ、獣の被害があるっていう噂を国が隠蔽してなければこの人もこういうことにならずに済んだのかしら。もし犯人が人間だったとしても、話が通じる相手とは思えんな。無差別にこれだけ殺してるんだ。獣より立ちが悪いぜ。まあ、この世に悪があるとすれば、それは人の心だと思う。獣の襲撃って実は人の仕業なんじゃないのか？ああ、まあそういう憶測あるけど、憶測で物を語っちゃうね。いつもの時間にいつもの店でいつものコーヒーを飲む。たとえ今晩狩りが行われようとも、私の日課は変わらないよ。マイペース、だね。てかまだこのコーヒーショップ的なものはやって、あれ？ここ教会？西の方にずっとって言ってたけど、張り紙が貼っておる。獣、獣害被害多発地帯につき、立ち入り禁止。ここってプロローグで誰かこっちに逃げてったやつかな。教会はこっちではないと。なるほど。まあ、ゆくゆく行くことになるんでしょうね。で、その先には、まあ、錆びれた洋館があってね。まあ、そこに逃げ込んで、まあ、人を貪る獣がこう振り返るっていう。新商品の告知がされている。私はコーヒーより紅茶が好きだ。まあ、どっちもカフェインだが。用もないのに入るのはやめておこう。カフェインを取るために、紅茶なりコーヒーなりを飲むと。金になる仕事があると聞いて、数日かけてこの地に来たんだ。ああ、この人は狩人か。なるほど。ああ、まあ確かに街灯を羽織って、この人もっぽいかな。話し込んでいて気づかない。あまり邪魔しないでおこう。ああ、教会来たっぽいな。で、これはお墓。ずいぶん、なんか、あれだね。ずいぶんなところにお墓があるな。もっとこう、柵で隠る柵で囲ったり、腕にシルバー巻くとかさ。あ。こんにちは、グラハムさん。おう、シアか。お前、一人か。家族はどうした？あ、父はまだ準備に時間がかかるみたいで、私だけ先に来ました。やれやれ。こんな状況で、のんきなものだな。まあいい。列に並んでおけ。じきに扉が開くだろう。はい、わかりました。グラハムさん割と会話できるなぁ。まあ、子供には優しいっつってたか。閉門だ。扉から離れろ。おやシア、どうしたんだい？お父さんが、まだ来てないんです。教会を探しても、どこにも見当たらなくて。なんだって？なんと、君の父上が、一緒ではなかったのか。はい。準備で遅れるとは言っていたのですが。ふむ、一体何があったのだ。長女さん、日没まではまだ時間があります。私、お父さんを探しに行きたいんです。本気かい、シア君。確かにまだ日が沈むのは、までは時間はあるが。しかし、夕方とはいえ、今外に出るのは危険だぞ。私は大丈夫です。家に戻るだけなので、数分で戻れると思います。お願いです。どうか入り口を開けてもらえませんか？ちょっとそれはね、割と死亡フラグなんだよな。
そう言ってショッピングモールの扉を開けてしまってゾンビが中に入ってくるやつなんだよ、これ。シア、すまんが、やはりここを開けるわけにはいかん。心苦しいが、ここで無事を祈ろう。え、そんな。獣は、すでに街に潜んでいる可能性もある。君に万一のことがあってはいけない。それに、ここには私のような年寄りから、幼い赤子までいるのだ。扉を開ければ、彼らを危険にさらすことになる。安心しなさい。彼は昔、狩人だったと聞く。いざとなれば、自分の身を守ることだってできるはずだ。わかってくれるね、シア。わかりました。よかったんですか？あの子は母親を亡くしています。もし父親に何かあったら。バカ者。今回の依頼にどれだけの金をかけたと思っている？この狩りに不満を持つ者もいる。余計な問題を起こすべきではない。下手をすれば君の首だって飛ぶのだぞ。それは。私は通告した。だが彼はそれを守らなかった。私たちの責任の範疇ではないさ。犠牲者が一人で済めば安いものだ。絶対におかしい。お父さんがわざと避難しないわけがない。まさか何かあったんじゃ。日没までまだ時間はある。こっそり様子を見に行こう。ああ、それも死亡フラグなんだけど、まあ、こっちは主人公やぞ。というわけでセーブだ。やったね。さて、町長はなんか亀にがめついみたいな感じだったけど、言ってることは至極真っ当だったよ。うん、町長としての判断はね、間違いなく間違いではなかった。決して正解とも言えないんだが。そして秘書が出てきたか。どのゲームでも基本秘書は怪しいからね。中は安全とはいえ、外で獣狩りが行われていると思うと、落ち着いて眠れやしないよ。眠っているようだ、眠ってる横で言うのか。まあ、ずぶといというか、なんというか。まあ、獣の恐ろしさが分かってないだけなのかもしれないけどね。神に祈りましょう。夜明けとともに、平穏が訪れますように。平穏、ね。神の御前で寝るなんて。いや、神が守ってくださると考えるべきか。あたしは寝ないよ。寝てる間に獣に食い殺されるなんて、ごめんだからね。起きてるうちにじわじわ食われるよりは、なんか寝てる間に一息の方が、まだ、いや、どっちも嫌だけどさ。あの仮面の狩人見たか？見ましたよ。ああ、あんな長い銃。ああ、鍵爪じゃないんだ、銃なんだ。今回は手だれを呼んだって噂、本当かもな。なるほどね。いや、まあ、なりからしてめっちゃ強そうではあるし、グラームさんもだいぶイブシギン的なね、やっぱこうかっこよさあったけど。私、こういうところだと眠れないのよね。ああ、わかる。人がいっぱいいてっていうのがまず無理だし、横にならないとね。へえ、狩りなんて興奮するぜ。ちょっとこっから見えねえかな。あ、こいつ開けそう。すげえ開けそう。眠っておるおる。あれ、なんか会話パターン今変わってた？あ、変わってなかったわ、全然。これは、あ、他に道があって穴がペカってる。人が多いところ苦手なのよね。あ、わかる、すごいわかる。なんかパーティー会場みたいなところはね、ちょっと遠く離れたところに行ったり、トイレに逃げ込んだりするわ、私も。横に、ああ、こっちが、なんか絶対怪しい会議してるもんね。父上のことは心配いらない。落ち着かないかもしれないが、今日は早く寝るといい。安心しなさい。きっと兄を、カリウドたちが君の父を守り、母の仇を取ってくれる。明日からは平和な日々が訪れるさ。ありがとうございます、町長さん。あ、少なくとも表面上はすごくいい情緒だな。シア君、その。いや、なんでもない。お父さん、無事だといいね。うわ、怪しいな。上に行けるけど、絵画が飾られておる。おったりおらなかったり。ああ、上に行くと、またなんかがあると。窓がある、押せば開きそうだ。押せば開くけど、実は開かないから実は引くと。わからんね。しかしまあ、町長がどんどんこう、フラグを立てていってるけど、基本こういうところに閉じこもってる時点で、
もうほぼ全滅確定なんだよね。教会だったりショッピングモールだったり。暗くなってきたな、急がないと。で、この中に縄ばしごがあると見た。これは使えそうかも。ロープを手に入れた。ロープゲッチュー。じゃあこれで2階からか。ねえ、そこから入ってきちゃうんじゃないの？主人公の軽率な行動によって、町の住民たちが惨殺されるっていうことも割とあるんだよな。ここからロープで出られそう。ちょっと怖いけどなんとかなるかな。で、最終的には主人公は責任転嫁ですよ。俺は悪くねえ。そうだ、教会に来なかった父さんが悪いんだ。よし、出れた。暗くなってきた。お父さんまだ家にいるのかな？急いで帰ろう。街から人が消えた。ここには行く必要ないかな。ガス灯も切れました。こっちにはまだ行けないか。まあ管理してる人もおらんからな。こういうのは消えるわ。セーブもしたばっかだから、そろそろ来そうな、来なさそうな。ひとまず家に帰りましょう。何かがちらついた気もするけど、まあおそらく気のせいでしょうね。明かりがついてる。お父さん、まだ家にいるの？お父さん？え？お父さん。う、何が起こったの？どうしてこんなことに？誰？まさか。何か武器はないのか？ああ、選択肢。いやもう銃に決まってるでしょ。いいかいみんな。戦いはね、火力だよ。そうだ。お父さんの銃。これで。随分な歓迎だな。落ち着け。俺は獣じゃない。は、グラハムさん。どうしてここに？そりゃこっちのセリフだ。まったく。どうやって抜け出したかは知らないが、教会にいろと言われたはずだろう。ごめんなさい。その謝罪はどっちの謝罪だ？撃ったことに対する謝罪か？多分抜け出したことに対する謝罪だろうな。まあ無事でよかったさ。器が大きいこの人。それより、父親はどうした？そうか。すまなかった。もっと早く動いていれば。いえ、いいんです。グラハムさんのせいではないです。わざわざ来ていただいて、本当にありがとうございます。少し待っていろ。このままだと、あまりにも不憫だ。じゃ、もういいぞ。遺体に獣除けの処理をしておいた。これで、獣に食い散らかされる心配もないだろう。気休め程度だが、ないよりマシだ。ありがとうございます、グラハムさん。それと、ちょっとこっちに来てくれ。え？そこの箱を開けてみろ。これ。ですか。これは手紙？15歳の誕生日おめでとうっしゃ。頼りない父親かもしれないけど、これからもよろしく。お父さん、私のために。プレゼントの箱には白いハンカチが入っていた。ありがとうお父さん。私、お父さんの分も生きるから。絶対獣なんかに負けないから。どうしてこんなことに。
まさか、グラハムさん。あんたいい人だな。そして血の海に沈んだ父親と残されたプレゼント。言った、自分でも言ったよ。言ったけどさ、やっぱ、これはやっぱ嫌だよね。もういいのか？あ、選択肢どうしよう。ちょっと待ってください。セーブだけできるんならさせていただきたく。多分こっから本格的に出るんでしょう。母親が亡くなって、父親が亡くなって、これまでほぼ一月の出来事だもんな。激動だ。でも諦めたりしないで、父さんの分まで生きるっつってんだから、やっぱ主人公はすごく強い子だわ。はい、大丈夫です。お待たせしてすみません。そうか。これを返しておく。あ、なるほど、取られてたんか。いい銃だな。古い方だが、丁寧に手入れされている。あの、先ほどはすみませんでした。あ、ここで謝るんか。怖かったとはいえ、人を撃ってしまうなんて。気にするな。お互い無事だったんだ。もう、やっぱりこの人、いい人だな。話さず持っておけ。今となっては親の形見だ。はい、ありがとうございます。さて、教会に戻るぞ。夜が明けたら、ちゃんと弔おう。はい。どうしたんですか？待て、扉から離れろ。え？獣だ。血の匂いに釣られてきたが。まさか、この獣がお父さんを。さあな。じゃあ、家の中にいろ。俺の声がするまで扉を開けるな。戦うつもりですか？大丈夫、なんですか？ああ、仕事だからな。渋い。お、まさか戦う？逃げる？セーブをさせていただきとうございます。なんか、3分の3、カウント始まったんだけど。ああ、キューティー！え？フェイラー？あ、シー！あ、左上これ体力だった。なんでこったい？ちょっと待って、あのね、余裕が、グラハム選手、ダサい！これはダサい！心構えさえしっかりしておけば大丈夫。で、サクセス。C が出てきて、さっきは C と矢印しか出てこなかったけど、Z とか X が出てくるのであれば、ちょっと怖いかなと思ってる。さあ、矢印か C か。サクセス。右。上右。サクセス。サクセス。あ、連続できた。終わりだ。後で、掃除しておくか。もう出てきて、大丈夫だぞ。すごい。悪い。家を汚してしまった。夜が明けたら、処理しておく。いえ、気にしないでください。それより、ありがとうございました。礼はいらん。それより、早く教会へ戻ろう。もう、すっかり日は沈んだ。夜は、これからだ。